い、こんにちは。おはようございます。新年一発目の、一発目ですよ、長考の動画となります。どうですか、いけるかなって思いますよ。何を釣るんですか今日は。もうイカでしょうね。イカ、皆さんお待ちかねでしょう。エディング長考ということで、ということはもちろん新年一発目の勝手にサボってる。赤ちゃんしびれるやろ。ちょっとちょっと待って、リリースリリース。赤ちゃん、はい、赤ちゃんです。即リリース。ごめん、ありがとう。はい、一発目来ました。ちょっとお兄ちゃんはそちらでやってます。払い出しの塩になってます。はい、さあ来ましたよ。追っかけてきてました。ちっちゃいです。赤ちゃんです。いけるかな。400、あ、ありがとうございました。お久しぶりのイカさんでした。ちょっと返してあげますから。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ポイント入りました。2箇所目ですね。釣れないじゃない。なんで？なんで？なんで釣れない？潮とかのちょっとタイミングとかが悪いと思う。冬なんでね。はい。厳しいのは厳しい。そう。次のとこは皆さんがね、いいよいいよって言うからね、行ってみましょうね一回。今年どうなんですかその。うん、例の方はダメですよ。女性に告白して、はい、LINE 既読スルーされてたんでしょ。はい、何日も見てるのにな。はい、ポイント移動してきました。シャローから打っていきましょうね。墨跡ここめちゃめちゃ多いっすね。今日回った中で一番多いですね、墨跡が。落ちパクでしたね。ちっちゃいけど。落ちパクのイカちゃんでした。釣れましたね。リエルのね 3.5 ダートマスターですね。はい、リリースしましょうね。ありがとう。墨付けした。500でいいんでね、釣りたいっすね。500からでしょう、やっぱり墨付けはね。ヨウズリのサンゴ、当たったな。
ぱい寄ってきましたね。距離がでも2メートルぐらい間隔空けて真っ白の状態で来てますね。エギをね今水平に中層あたりでステイさせてるんですけど、これにめちゃめちゃ反応示してますね。抱きそう。はい、抱きましたね。サイトですね。どうなんですか。親指ひびぐらいどうぞどうぞ。おお、よかったですね。おめでとうございます。水漬け完了です。そうですよね。はい、水漬けバッチリです。よし、完璧です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。2021年、はい、釣り始めっていうことで1本目の長考の動画ですね。ですね。いかがでした。楽しめたん です、ね、今回はもうバッチリいいと思います。結構がっつり久しぶりエギングしましたね。出しましたね。今振り倒しましたね。振り倒した、はい、トータルですね今日16時間ぐらいやってます、うん。まあ、僕の勝手の目標なんですけど、まあ、ニューロットに墨付けすると、うん、墨付けは500以上だろうと出すいうところだったんで、ギリギリ墨付けできたんで、まあ、目標クリアということで、はい、よかったと思います、はい。まあリルレにしては頑張ったかなって思う方はぜひ高評価、このポンコツがって思う方もぜひ高評価を、応援の方法をお願いします。お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。寝ましょう。寝ましょう。もう皆さんも寝てくださいね。寝てください。もういい時間ですから、はい、もう寝ましょう一緒に、はい、おやすみなさい。